私たちビッシュです。よろしくお願いします。もしよろしければ皆様のぜひここっていうところを順番にお話しいただければというふうに思います。はい、やっぱり落書き教室、これはもうペンキでもうつなぎを着て汚れまくりながら全員で落書きをめちゃくちゃしたので、これはその書いた人の個性もたくさん出てますし、すごい面白い唯一無二のあれ狂った教室になってて、すごい好きです。ちょうど昨日書いたんですけど、はい、もうすでにすごい荒れてて、もう隙間を探すのに必死だったんですけど、びっくりしたのが今来たら書いたのが旗で隠されてたっていうのはね、ももこさんの書いた身長が消されてるっていうそうなんですよ、自分の身長のとこに線引いたんですけど、ちょっと旗で被っちゃってますね。被って何も見えなくなってますね学生時代の思い出のものを一人一個ずつ提出して、ロッカーですかね、飾られてると思うので、そこに注目してほしいです。あれは皆様の私物というふうにお伺いはしたんですけれども、はい、まさに使っていらっしゃったものということで、はい、まさにみんなが学生時代使ってた、ね、みんな何持ってったの気になる、それすっごい気になる。私はあのこう見えて意外とサッカー部だったんですよ。へえ、うん、初めて見た人はサッカー部っぽいな、サッカー部っぽいなと思うよ。わかるよ、本当に、うん、サッカー部だったんで、その時のユニフォームとか。へえ、はい、あの絵画があるんですけど、入ったところに美術室にあって、それで BiSH のメンバーもあの一人一人が顔が当てはめられて、有名なあの絵画に当てはめられた自分たちの顔が結構面白くてですね、自分たちでも笑ったので、それは注目してほしいなと思っていますね。あの落書きも皆様が実際に書かれたというふうに伺ってるんですけれども、はい、あれも皆様思い思いの言葉を書かれたような形なんですかね、絵でしたり。ビッシュって書いてよね、うん、そうだね、美しい、醜いって書いて、うん、ビッシュって、うん、まあ、ビッシュらしい感じを書かせていただきました。私はこの目の前にある衣装をお勧めしたいと思います。こういう衣装を普段ビッシュはまとってるんだっていうのを間近で感じられるいい機会だなと思ったので、ちょっと衣装はお勧めしたいですね。これも実際に着用されてた衣装って、はい、これはミュージックビデオだったりライブでも着用したりとかしてて、これ誰の衣装なんだろう、すっごい気になる。汗が染み込んでます。そう、めちゃめちゃ染み込んでると思います。これえ、これさ誰の衣装？あゆに？あゆにの衣装なの？本当？いや、この形は、あ、これ割った。あ、アイナだね。アイナ。本当に？アイナの汗が染み込んでる。わー、アイナの汗が染み込んでる。うん。すごい、なんか、あの、嗅いで欲しいですね。やめてやめて。洗ってる衣装、大丈夫？洗ってるけど、いやいや嗅がれたくない。でも、この近さだったら結構、ね、来るんじゃないの？靴もしかも飾ってあるしさ。もうええって、靴は。はい。間近でビッシュを感じてほしいなって思います。童貞っていう本があるんですけど、その本が結構私は個人的に好きで、あの普段メンバーの G とかを見ないので、ね、そうビッシュ以外のグループのこの字体とかも見れたりして結構レアだったので、ぜひ見てほしいなと思います。ロッカー更衣室のをおすすめしたいと思います。あの専用のグラスをつけてみる。ああ、そうです。そうなんです、そうです。あのこの今着てる制服から体操着に着替える姿を見えるようで見えないみたいな、そういうスリル感とか味わってもらえたらと思いますやばいよね、ニヤニヤしながら見られると思います。覗けちゃうそうなんです、ね、やっぱ実際映像をご覧になられてなんか恥ずかしかったなとかってあるんですか？リンリンがちょっと際どいな。あ、リンリンがすごいキャッツ、猫のメイクをしてて芸術作品だった、はい、一番女性らしく見えるメイクで挑みました。じゃ今チケットが大好評でもう本当完売しているというふうなお話も伺ったんですけれども、ありがとうございます。またあのオンラインの方で皆様と毎日会えるというふうな話も伺ったんですけれども、はい、うんうん、ワンコインで1日10時間見れるんですよね。やばい、500円で見えちゃうので、はい、もうチケットは売り切れちゃったんですけど、今から興味ある人はぜひあのお家からでも見れるので、うん、ぜひ見てほしいなと思います、はい、すごくレアなのでね、この企画自体が、うん、そうだね、すごい面白いと思います、うん、メンバーがこの教室に登場する
このシークレットなんですけど、うんうんうん、この時間割の中で誰かがここに来る時間があるのでね、それに注目していただいて皆さん投稿するのでね、見てほしいですよね、うん、はい、いろいろゲームとかもする予定ですね。遊んだりとか結構間近で見れると思うので貴重だし、ファンの皆さんも多分私たちにちゃんとこう面と向かってというか会うのも結構久々になるのかな、うん、だからなんか今からすごい楽しみですね。そうだね、うん、緊張します。緊張しちゃう。そっちの方がでかいかもしれないです。一人だしね。そう、うん、そう、一人だしどうしよう、1時間ずっと喋らないといけないので緊張しちゃいます。頑張ります、うん、楽しみにしてます、はい、ありがとうございます。はい、スクールオブワック、ワック総勢41人いるんですけど、本当に個性バラバラでめちゃくちゃ面白い子たちなので、それがギュッと詰まったこの企画展、ぜひ皆さん堪能してもらえたらと思います。よろしくお願いします。